こんにちは。田辺聖子の小倉百人一首173回目は88番高家門院の別当の歌です。こちらを2回に分けてお送りします。何はえの足の狩り根の人よゆえ身を尽くしてや恋渡るべき。何はえの足の狩り根の人よゆえ身を尽くしてや恋渡るべき。何はの海辺のあの狩り根、波はひたひた、足はさやさや。あなたと過ごしたあの人よ、足の人よほどの短くも儚いちぎり。あの仮初めの恋ゆえに、私は身を尽くして、あなたをあれからずっと恋し続けなければならないのかしら。遠麗な歌であるが、かなり手だれの技巧を駆使している。これは19番の伊勢の歌。何はがた、短き足の節の間も、泡でこの世をすぐしてよとや。何はがた、短き足の節の間も、泡でこの世をすぐしてよとや、と、技巧的には似通っている。ただし、歌の迫力から言うと、19番の伊勢の方が強い。ずっと真実味があって、人の心を打つ。この88番の歌は、やや技巧が目立ち、心情よりも調べの美しさに重点が置かれている。しかし、定家はそこを買ったのかもしれない。例によって、何はえの足までが助詞である。足の狩り根に狩り根をかけ、人よに人よ、足の節の間をかけている。この歌の作者は女性である。潜在集牧13の恋に、摂政右大臣の時の家の歌合わせに、旅宿に合う恋と言える心を読める、高家門院の別当として出ている。摂政とは藤原の兼真である。76番の綿の原、こぎいでてみれば、久方の、雲いにまがう興津白波。綿の原、こぎいでてみれば、久方の、雲いにまがう興津白波。の作者、忠通の息子である。兼真の屋敷で歌合わせがあり、その時、旅先の宿でちぎった恋という題で歌を詠むことになった。この作者は高家門院に仕える別当、女官長であった。高家門院とは、忠通の娘で、崇徳天皇の皇后、正氏のこと。正氏皇后は、兼真の異母子である。それで、兼真邸で歌合わせのあるときは、門院に仕える女房たちがたくさん加わるのであった。この女別当も歌読みとして名高かったから常連であったらしい。彼女の名も生没年も例によって不詳であるが、12世紀終わり頃の人と見ていいであろう。太閤太后宮之助、源俊孝の娘である。今日はここでおしまいにいたします。ありがとうございました。